第3次ポーランド分割は1795年に行われたポーランドリトアニア共和国の最後の分割。第二次ポーランド分割に反対したポーランド人によるコシチュシコの放棄が鎮圧された後、その領土がプロイセン王国、ハプスブルク帝国、ロシア帝国に完全に分割され、ポーランドリトアニア両国は1918年まで主権国家の地位を失った。 分割に参加した三国は、あらゆる歴史的背景から、ポーランドの名を消し去ることで合意し、百科事典などからも、ポーランドの項が消えた。ポーランドについて、公文書で触れる必要が生まれた際には、代わりにマゾフシェなど他の地域名を用いるようになった。こうしたポーランド国家、ポーランド人抑圧政策により、ポーランド人は、宗主国に対しスーの放棄を起こした。 現代ポーランドでも第三次ポーランドについては歴史研究分野や一般の論説の場において特にポーランドロシア関係の観点から議論の対象となり続けている。ロシアは第三次分割で最も広大な領土と最大の富を獲得し当時のヨーロッパ最強の国家の一つとなった。1772年の第一次ポーランド分割以降 ポーランド・オスタニスワフニセイ・アウグストは水防の極みにあったポーランド・リトアニア共和国を復興すべく改革派と組んで軍事、政治、経済、社会について様々な改革を実行していった。この改革運動は1791年に5月3日憲法が採択されたことで最高潮に達した。この憲法では三権分立が唱えられ、ブルジョアジーに 三政権が与えられ、濃度制など数々の貴族の特権を廃止した。さらに、ポーランドの国際的地位を高めるため、スタニスワフ2世やウグストは1790年に、プロイセンに若干の領土を割上するのと引き換えに、ポーランドプロイセン同盟を締結した。しかし、ポーランドでの改革がジャコビニズム的であると危険視したロシアは、1792年に、 ポーランドに侵攻した。このポーランドロシア戦争において、プロイセンはポーランドを見捨てて、同盟を破棄し、ポーランドの特権維持を求めるマグナートは、タルゴビツ連盟を結成して、ロシアに加担した。ポーランドは敗北して5月3日憲法を破棄し、第二次ポーランド分割が実施された。ドブジン、クヤフスキ、ビエルコ・ポルスカの大部分はプロイセンに、モルダビアから、 リボニアに至るリトアニア領の広大な東部地域はロシアに割上された。ポーランドの国土は第一次分割前の3分の1にまで縮小された。周辺諸国による度重なる屈辱と抑圧を受けたポーランド人はフランス革命の影響を受けてついにロシアプロイセンに対して放棄した。年月日、タデウシコシチュシコ率いるポーランド軍が ポーランド全土における放棄を呼びかけて、コシチュシコの放棄が勃発し、プロイセン領ポーランドでも、ヤンドンブロフスキラによる、ビエル・コポルスカ放棄が発生した。彼らは、ロシア軍、ポーランド軍に対し数回の勝利を収めたものの、最終的には、ロシア皇帝エカチェリーナ2世と、プロイセン王、フリードリ・ヒビルヘルム2世の素早い反応により、11月までに鎮圧された。 コシチュシコは、マチェヨビツへの戦いで落馬し、捕らえられる直前に、ポーランドの終わりと叫んだと伝えられている。1795年10月24日、ハプスブルク帝国、プロイセン、ロシアの代表が面会して、ポーランド・リトアニア共和国の分割について協議し、1797年1月26日に、分割条約の調印に至った。 ハプスブルク帝国は西ガリツヤと南、マゾフシェを併合して約120万人の人口を獲得した。プロイセンはポドラシェ、マゾフシェの残部、ワルシャーを併合して約100万人の人口を獲得した。ロシアはビリニュスを含む残部を併合し約120万人の人口を手にした。第一次分割、第二次分割と異なり、この交渉に ポーランド代表は出席していなかった。ポーランド国オースタニスワフ2世アウグストは第三次分割の合意から1ヶ月後の11月25日、三国によって強制的に退位させられた。彼はエカチェリーナ2世の戦利品としてサンクトペテルブルクに送られ1798年に没した。また三国はポーランドという国家の名前を抹消することでも 合意した。ポーランド王国の存在の記憶を復活させうる、あらゆるものを消滅させる、必要性から、その実態を破棄することが重要である。締結国は、この称号を、自身のものとして含まないことを合意し、受け負った。ポーランド王国の名もしくは、それを支持する者は、今現在から永久に抑制されるべきである。ワルシャワのポーランドユダヤ人の歴史博物館に、 あるポーランド分割の常設展示第3次、分割以降、独立国家としてのポーランドは123年にわたり、地上から姿を消すこととなった。国家滅亡後、ポーランドの政治家、知識人、革命家たちはヨーロッパ中に亡命した。これが、いわゆるポーランド人の大移住の始まりであった。彼らは、各地の旧ポーランド領で放棄したり、 ナポレオン・ボナパルトの軍に参加したりして、ポーランド国家の復活を試みた。また、ポーランドの詩人や芸術家たちは、祖国の自由を願い、ポーランドロマン主義と呼ばれる運動を起こした。1807年、ナポレオンにより、フランスの衛星国として、ワルシャワ公国が成立したが、1815年のウィーン会議で廃止された。その後、ロシアの傀儡国家として、 ポーランド立憲王国が成立した。この王国もロシアとの同訓連合であって完全にロシアに支配された国家だったが11月放棄が失敗したことでこの名ばかりの国家すらも解体されポーランド人民に様々な抑圧が加えられた。ここにロシアはポーランドを公式にロシア帝国の一部とした。ポーランド国家が再独立するのは1918年。 第一次世界大戦の末にロシア帝国が崩壊し、ベルサイユ条約でポーランド人の主権国家設立が認められるまで待たなければならなかった。ありがとうございます。